メール。こんにちは。はい。はい。カリウレナさん、頑張ったこと、大変だったことをお願いします。これ逆ですか？大丈夫です。はい。頑張ったことは、そうだな、カリウちゃんはリライフにとって多分一番リライフを見てる方の気持ちっていうか、みんな見てるみんなの悩みっていうところに一番近い存在だと思ったので、みんながどういうことを悩んでるだろうなとかみんながどういうふうに、今を生きてるんだろうなっていうことをすごく考えました。すごい。でも保健室のシーンとかやっぱりなんか、なんていうんですかね、なんだろうな、あのリライフであそこがあるから、池崎さん感想巻きでお願いします。あそこからこそなんか素敵なシーンだなってすごく思いました。ありがとうございます。ということで、はい、はい、そんな池田さんのカリウレナをぜひ劇場でご覧ください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。今日もさ、すごい楽しい。
はい、リリー・フランキーと申します。僕ももう長くビートルズマニアを、続けてまして、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃はもうビートルズは解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないなとか、あれこのアザーカット、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経つバンドを追っかける身としては、見たことない写真、一枚の写真とか見たことない映像っていうのがもうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな海外の店で探して、この写真ってあったっけみたいなのをマニア同士で話す中、あの伝説のルーフトップのもう何時間も6時間ですか、まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうことはもう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ屋上に集まってもう最後の演奏におそらくなったライブだと思いますので、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれをピーター・ジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、もう資料映像としては大変価値のある、これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず一つのなんかやっぱ音楽の歴史として、やっぱ音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはやっぱどれ見ても外れがないので、ぜひこう一つの音楽、一つの世界を変えたグループの、最後の伝説のその映像をちょっと皆さんにも、見ていただきたいなと、思っております。皆さんこんにちは、佐藤 B 作です。我が劇団東京ボドビリショー、またもや所沢市民文化センターホールミューズにやってまいります。今度はですね、永井愛作、鈴木由美演出のパパのデモクラシーという、終戦直後、太平洋戦争が終わってすぐに、天皇制から民主主義に変わった、どうするんだ、全然時代が変わったぞ、価値観も変わったぞ、民主主義って何みたいな戸惑う市民群衆劇の喜劇となっております。いつも喜劇をお送りさせていただいている東京ボードビショー、今度は社会性のあるコメディを持って所沢にやってまいります。11月28日所沢市民文化センターホールミューズにおきまして午後2時より開演でございます。一人でも多くの皆様いらしてください。お待ちしております。ラジオの電波に乗って感謝いたします。アルバイト店員の河村なつきです。のびです。7月31日スナックラジオ、皆さん31日のスナックラジオは君たちのそのような向上心のないキャッチャーした行動、内容、言動をね、正すために江田監督のロネット人の本家の作家の吉田郷さんもいるんです。このお二人はもうこの番組を最初から最後まで聞いてらっしゃいました。スナックラジオ番組審議委員会です、厳しく指導して、なんかあれみたい、参観日みたいな
なんか親に授業見られる感じ。そうだね、親に見られるだけでめっちゃ口出してるんですスナックラジオは東京 FM 系列で毎週土曜夕方4時開演。せーの、ご来店お待ちしてます。おはようございます。これから撮影始まります。頑張ってきます。そうですね、今回は初めて実際のララポスタジオでちょっと抽象的な素敵なセットで、よりララポートの良さが表現されて、やっとやっと皆さんに見ていただくことができた今日という一日をですね、また新たな始まりの日としてですね、実感しております。本当に感無量でございます。今日も見終わった後ですね、皆さんね、見ていただいた後ですね、はい、いろんなお話させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。なんかこう第3章なんだか4章なんだかわかんないですけど、今年からまたもう一個ネクストステージになってんのかなっていう気がしてて、ちょっと弥生時代ぐらい、物の社会じゃなかった時の時代、そしてまだ言葉がないとか文字がないって時に行ってみたい。そして一緒に言葉とか文字作りたい。映画を作る機会をいただけるんであれば、自分にしかできないものを作りたいというか、自分にしか、自分だからこそできることもあるだろうし、オリジナリティも含めて、やっぱり自分にしか作れないものを作りたいじゃないですか。そう考えた時に、例えば今の日本映画、まあ世界の映画も含めて、ものすごくテンポを速くカットを刻んでスピード感を出して、お客さんを飽きさせないようにいろんなこう話もうねらせて、飽きさせないっていうことが今の映画のなくてはならないベースにあると思うんですけど、そこから抗いたかったんですよ。元気いっぱいの男、はじめまして、23歳の女性です。スナックラジオの作り中、実際のスナックに行きたくなって、実際のスナックに行きたくなって、何かの作り中に行きたくなって、アルコールママが70だったら働いてる人です。よくね、地方に行けば20だ、今なんかそんなイメージ。こいつ動画弱っ動画だと昭和感半端ない。来年はですね、さらにちょっとパーソナルトレーナーさんもさらに回復になって強化する予定です。はい、私の体って結構筋肉がつきやすいらしくて、目指すのもっと大きくなれるよって言われそうで、ちょっと頑張ってみます。僕はどっちかちょっと吟味派ですね。だからネットとかで買うのが苦手なんですよ。ちゃんと物を見て、これのオファーが来る2週間前に知り合ったんですよ。神がかったタイミングだったんで、これは神さんがやれって言ってんだなと思って、前のめりに受けました。撮影中はリリーリリーって呼んでたんだけど、まあ終わってケンジ君に戻るじゃないですか。ケンジ君は未だに俺のことマルって呼んでくるんですよ。マルさみたいな。だからまだなんていうか、もう本当に混ざり合って溶け合った結果、抜けなくなってる感っていうか、たった2週間だったけど、まあ、ケンジ君の言葉をつづ使うと、あと1週間あったら死んでたかもみたいなぐらいの濃度の濃さで燃やせたものなんで。いや、ちょっと最後の1行が非常にこう気になるんですけど、それ僕らが先生に聞きたいことなんですけど、これがゴールなんですか？あるレンタルビデオ店でバイトしてたんですよ。こう若い大学生ぐらいの子たちってちょっと恥ずかしいでしょうから、映画と映画の間にアダルトビデオ挟むんですよ。サンドイッチビデオって言うんですけど、僕の中で。でもこの大学生も
半年ぐらい経って慣れてくるとアダルトビデオしか借りないんですよそういうね人間のこう成長物語も見れまして、ゆかりのある北海道に本当の土地を持ってそこで生活するみたいなことを取り入れるようにはなってきています。それが自分のモチベーションにもなるし切り替えにもなるし自分の中のバランス調和を保つ一つの秘訣になっていくんだろうなというふうに思っています。それ自体疑問に持ちたかったし、映画はそればっかりじゃなくていいと思うんですよね。答えを渡されることってすごくもったいないことだと思うんですよ。やっぱこっちは考えたいし感じたいしいろんな中で楽しみたいじゃないですか。僕の中ではもちろん答えもありますし、こういうつもりで撮ってるっていう一本答えはあるにしても、でもそれが 100% お客さんに伝わらなくてもいいし、お客さんが受け取ったものが全く違うものだったらそれはそれで面白いじゃないですか。自分が考えてるものじゃないものがお客さんの中で出来上がったんであれば、そんな面白いことないですよね。総出で行きますから。ちょっとあったね。ただこの現場の後に彼とスタジオに入ってみて、やっぱりそのミュージシャンっていうものの凄さっていうか、ロックバンドのまあボスであり、その屋台骨でありっていうところを20年やってきた人間の違いっていうのはやっぱすごくあったし、本当に財産になるような出会いだなって思えた一つの大きい理由は、 KJ としてマンジラインとして楽曲制作した時の彼からなんかこうエディケートしてもらったことだったりとか教えてもらったことだったりとかっていうのが大きいので、なんかどっちにも栄養もらっちゃったなっていうか、役者の方にもレゲエ DJ の方にも素敵な刺激をいっぱいもらいましたね。そうですね、まあ、お尻に近づけたらな。
なロケのスクリーンとかにソファーの前かな目線結構きついですから、ソファーの前から本がどこに来るかそうですね、でも落ち着ける場所それぞれの結果を伺っていただけたらなと思います。いいなと思っても一回家に持ち帰りの話を嫁さんと相談してで顔が変わらないか決めるのか、はい、今もちろんあの透明ならせんというものあります、はいはい、ありますね、あります、それでどうでしょう。いや僕が決めることじゃない僕だけで決めておけば、はい、もうゴリゴリ進みますけれども、でもこれは皆さんの足並みが揃って初めてですからね。まずブラックミラーはすごく好きで、短編のあり方をなんかすごく大きく変えたんじゃないかなっていうふうに思ってるし、大きな普遍的なテーマがそこにあるっていうのがとても面白いなと思ってシーズン1から見てたんですけど、これという明確なきっかけがあったわけではないんですけれども、東京生まれ東京育ちなんですが、小さい頃から自然に対する憧れみたいなものもありましたし、イフの根みたいなものがあって、それがどんどん成長とともに膨らんでいって、何かやっぱり行動に移したいなというふうに、そういった思いが募っていったというような形でしたね。で2016年にあの自分のところの会社を立ち上げて、本当右も左も分からずにスタートを切ったんですけれども、やっぱりその思いがあったからこそどうにか形にしたいという思いにつながって今いるのかなというふうに思います。それこそ聞きたいし、どう考えたかを、なんかそういうものであってほしいからこそ余計な答えになっちゃうようなものはできるだけ外していこうと思いますね、普段から。根本さんはでも俳優としても素晴らしいですし、尊敬している俳優さんの一人なので、不安はもう全くなかったんですよ、もちろん。でただその江本さんは仲いいっていうことでは全くないし、むしろ緊張感を保てる相手だったので、その簡単ではないですよね、共同作業したりとか一緒に映画を作る相手として、そのまあまあ、でも共同作業したからといっていいものができるとも限らないし、初めての吹き替えで喜んだんですよ。まさかこんな大きい作品とか、アラジンってまあ誰もが知ってるアラジンですから、
こんなジャパンを、まあでも嬉しいのが一番でしたね、やっぱり。ハモ、関西人なんでハモの湯引きが出ると夏だな。最近は東京でも出てる。昔はね、僕は東京で行ったらハモとか、まあ、食べる習慣がなかった。なんか俺なんか特にその窓際族っていうか、あの察しの上歩いてきたみたいな人間だから、下手したらまた向こうが落っこっちゃうんじゃねえのみたいなところで、ただそこの楽しみ方見つけちゃったタイプの人間だと思うんで、あのシーンがどうのとかって口が裂けても言えないっていうか、分かんないから、はっきり言って。ただ俺は俺のことは分かってるし、どうやって生きていきたいかも分かってるから、そこだけ突き詰めていくだけであって、でそれはシーンに影響することもあるかもしれないし、ないかもしれないし、でもそれは正直言ったら知ったこっちゃないですね。あ、そうですよね、まだ見てないんですよね。そうです、これからです。はい、そうだそうだ、はい、まあできればですね、見た後にまた語られたいんですけど、まあ今日変わりますけどいや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 、もう本当に感想を早く聞きたいです。ご覧になっていただいて、どういう思いが皆様の胸に芽生えるのかというですね、早く聞きたいです。まあ今日は変わりますけれどもラジオの方にでもですね送っていただけるとすぐ目を閉じますので。犬飼ってたんですけど、キャラクターいるじゃないですか、なんだっけ、ハリーポッターかな、ドビーって言いなかった、それに似てたからドビーってつけて、そしたら本当その犬はどんどんバカ犬になってって、すごく可愛がってたんですけど、去年家から逃げてですね、実家からで、気づいた時には全然違う人が散歩させてたらしいです。続ける理由っていうのは、まあ、これはある意味存在意義というか、自分自身の、まあ、人生のテーマとなっているし、そういった課題っていうものをピックアップして皆さんにお届けするっていう役割なんじゃないかなと勝手に思っています。そのピリピリした緊張感の中で生まれてくるものの方が僕はなんか意味があるんじゃないかなと思えるんですよ。多分僕はそんなにボーダーみたいなあんま考えがないんでしょうね。なんか適材適所で撮影はクリスがいいと思ったんだろうし、衣装は和田恵美さんがいいと思ったんだろうし、音楽はティグランがいいと思って、だから日本映画ではあるけど別にスタッフが外国から来ててもいいじゃないですか。でそれと同時に僕はすごく日本のことやっぱ好きなんですよ。大事だし、その美しさだったり、まあ、文化も景色も全てが海外に胸を張れるものだって思ってるからこそこういう作品を撮りたかったし、それを海外のスタッフが入ることでより海外の目線も含めて描けたと思うし、それを海外の人に多く見てもらえるっていうことはすごくまあ作品を作るんだったらそうしたいとも思ってたので。ラジオネーム M さん、私は今4月からブレイズ会から引退ということで、ラジオの電話の動画を見ていますけども、やっと生活が落ち着いているので、今の自宅に遅いネットバイトを見ています。さっきの方に言うと知り合いアプリで出会って、そこから会いましょう、今のアプリで出会ったってみんなモリモリの写真に出会って待ち合わせ場所にあったって誰だか分かんない。確かに、私はこの2人の映像モリモリだし
どうしてもそのアニメのジャファーのイメージしかないので、もちろんもう一回何度か見直しましたから、ね、で、まあ、自分なりに、まあ、ジャファーのイメージというか、まあ、皆さんが思ってるのと同じぐらいのジャファーのイメージを持って、なんで空を飛んでいる感覚シーンを味わってみたいのと、あんな上空からパッて降りる度胸がついたら、なんでこの先できるんじゃないかと思って、そういう度胸をつけるためにもちょっと実際に挑戦したいと思います。なんか順風満々なデビューから、マンションから落っこちるまでみたいな期間と、マンション落っこってからこの間のスコセッシの、まあ、今年までぐらいかな、せっかくその海外での仕事のチャンスっていうのが今巡ってきてる時なんで、そのチャンスを最大限生かせるように、まあ、今年から英会話を始めたりジムに行くようになったりとかっていう感じで、またなんか夢見がちな少年みたいなね、感じの時代に戻ってるので、皆様必ずだと思いますけれども、ほとんどそうだと思いますけれども、育ててくれたお父様お母様いらっしゃると思います。かつて自分がどういうふうに育ててもらったのか、そして愛してもらったのか、そういったことを思い出しながら見ていただけるとですね、またこの映画より一層味わい深いものになると思いますので、ぜひ今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。そんなに好んで食べないものを選びたい。芋がそんな好きじゃないですよ。好きじゃないというか、芋って感じなんで、最初距離があるやつ、こうね、ちゃんとプロセスを踏まえると一生同じものしか食べなくても最後は芋と抱き合える気がする。そして俺が男爵芋になれる。いいこと言ったなと思ったけど、ちょっとカットカット。特に変化したことっていうのは、まあ、これは皆さん共通の思いだと思うんですけれども、この1年で大きく様変わりしましたし、世の中っていうのはそれに対してどういうふうにまた生き方を変えていかなきゃいけないか、考え方を変えていかなきゃいけないかっていう課題を本当に突きつけられている現状だと思うんですよね。でもやっぱりピンチはチャンスじゃないですけれども、そういったところにシフトチェンジする何かいいヒントが転がっていたりとか、そういう時だからこそ周りの人と手を取り合って協力し合って生きていこうという気概にもつながるのかなというふうに思います。日本映画だからっていうなんか思いはないのかもしれないですね。やっぱ俳優はその演じる役をどれだけ深められるかということが職業というか仕事だと思うので、やっぱり全く違いますよね。まあ言ってみれば俳優っていうのはやっぱり人間のことを考えて、そのキャラクターのことを考える職人になるべきだと思うので、その職人を映画に入ってもらって、そのキャラクターを深めてもらうということだと思うので、職業として違うんでしょうね、きっと。ラジオネームカルボ、女性は結婚する前の何かで少しは遊んでいる男性の方がいいと思います。いざ結婚したら真面目で私のことだけ見てくれる男がいいと全く正反対のこと言います。どうですか。ちょっと変ですよね、女性は。でもモテる人がいいけど自分のことだけ見てってことですね。そう無理無理だね。モテない人と結婚してもモテない男も浮気もしますよ。確かに結果ね。だったらモテる人。ああそういうことか。でもね、モテる人はね、浮気をした後出ていく。もういいや。でまあ実際にその収録の前に、まあ、見せていただいた時にすごく若くなってて。
声も結構高めで、イメージがとにかくすごく違ったので、おっとと、まあ、僕は吹き替えをするという、そういう仕事の中ではやっぱりこの自分を出すとかっていうよりも、その新しいジャパーと彼が演じてるジャパー、その感情に声を乗っけるという仕事なので、自分をどういうふうに見せるかというよりも、その芝居に合わせた、まあ、声での演技になるんですけども、それをすることがまあすごい。素敵な出会いに会いに、ぜひららぽーとに遊びに来てください。住信一でした。見ないと時代に乗り遅れます。見ると今日明日生きるのが楽しくなります。もう一つ、もう全然一言じゃないね、もう3言目だね。この全裸監督を見ると愛することができます。おかえり、いつもお仕事頑張ってくれてありがとう。大好きだよ。今日も一日お疲れ様。みんな何しよっと、こんにちは、川村のつきです。みんな何しよっと、こんにちは、ひばりです。素晴らしい、すごい、うん、今日これからなっちゃんと誰か会話するの。あーでもやめてそれ。バビさんもいつもつならじで、うん、私のことをいじってるのは、うん、無理していじってるって、面白くするから。なんか悪い風に演出してるかもね、二人の中で。なんか意気投合して結構さ、ふざけ説みたいなのがあるよね。ある。だってインスタライブしてても、例えばなっちゃんの話になると、なっちゃんの本当はなんか言ってたとか、私が多分なっちゃんのこと嫌いだと思う。ぶっちゃけすならじのバビなっちゃんどうなのっていう感じで、なるほどね、ちょっと話していければっていうのと、会うのもまず久しぶりだったんですよ。めっちゃ久しぶりだった。12月私すならじ結構出てなくて。そうだよ、そう、私一人でホワイトランドになったんだけど。ちょっと今度歌おうね、一緒に歌おう。そう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 、すれ違いなんだよね、すならじも。そうなの。だから会うのが実際3ヶ月ぶりだなとかじゃない。いや多分そうだと思 う、ね、なんか、はい、久々に会った元カレ。ヤンマガチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、豊田里奈です。はい、今日はですね、なんと撮影で宮古島にやってきました。イエーイ、パフパフパフ。いや、私宮古島に来るの初めてで、なんかいろんな人からすごい綺麗なとこだよって、もう海がすごいめちゃくちゃ綺麗だよっていう話を聞いてたので、すごい楽しみに来たんですけど、もう本当に言葉通り別格の海の綺麗さで、その海をバックに撮れたことがすごく嬉しいですし、思い出に残ってます。今日の朝一の撮影が海バックだったんですけど、もう砂浜がすごい綺麗だし、海も水がすごい透けてて、とってもいい写真が撮れてるんじゃないかなと思いますし、水着もね、なんかちょっと今までとは違う新しい雰囲気の感じだったり、花柄の水着とても可愛かったなっていう記憶があります。今もお花柄のワンピース着てるんですけど、これはすごい似合ってるねって言ってもらえてすごい嬉しかったです。UK をバックに今日の撮影を終えたので、明日の撮影も頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ山田が本心楽しんで見ていただけたらなと思います。それでは、またね。そうさ、ピクニックってさ、そうしようってね、ピクニックをしたかったのと、なんかなっちゃうか謎のライン、うん、絶対なんかもう得意になる。いやいや、そんなことするわけないじゃないの、あなた。ああ、ちょっとなっちゃう特製カフェ、すごいうまい、この子。意外と、いや意外とびっくりした。そう、プルプルしてる。唐揚げも作ったかったの、なんだけど、マジで時間なかった。なんで時間がない。それが早く起きないと。なんかレジャーシート忘れたから、ちょっと時間がない。そういうので本当にさ、適当だよね、私より。だからわかる、バビさんが怒るのもわかる。なんでかっていうと、私はなんか超ちゃんとした
な、みたいな感じじゃん。私より全然つぼらだから。そうなの。そう。思ってくれてると思った。いや思ってたよ、可愛いけど、女の子女の子
途中から番組内で、うん、なっちゃんあざといキャラみたいになってきたじゃん、うん、ったから、うん、何した格好してびちゃびちゃ泣いてたそっからなっちゃんが面白くなってきた。おーよかった。そうそうなんだってそれを受け入れられない子っていうか、そう、はい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 、ちょっといじられて、うん、なんかでなっちゃう子ね。そうそう、それがなっちゃんはそれを貫き通してるとなっちゃんをやってる感じがめっちゃなんか好きだったので負けねえなみたいなね。やるずっとそれやるやんみたいな感じが。そうそうそう、徐々に受け入れ体制に入ってきてくれたんだ。むしろこのやばい面白いこれは決めたのめちゃめちゃ嬉しい。当たりが強くなってきた時あったね、うん、そのラジオ内でね、うん、めちゃめちゃあったねリアルでちょっと収録の時にガチ切れの顔とかするんですちょっとそれは言い過ぎだよみたいなそれも好きになっちゃったこれは私も本気申し訳ないと思ってるんですけど、怖い、なんだ試合のさ YouTube の時セコンドに行きたいって 言ってたじゃん、うんうん、で私がそれを来てほしいって言ったじゃん1回、うん、結果的にあのちょっとこっちでセコンドを来てもらうことになったから、うん、本当申し訳ないんだけど、うん、でも試合には興味持ってくれてたから、うん、そこにもしよかったら来てほしいっていうのはあるんだけどって言ったのも、うん、サミさんがラジオで違う子が来るから断られたんだけど、うん、ちょっと待ってみたいな。すごい嫌なやつだもんね、そんなこと言われたらね。でもライブ後に、うん、ちょっと私言いたいことがあるみたいな、急にそれも言い出してくれて、うん、見たんだけどさ、うん、泣いちゃったわなんかあれさ泣けたんだよ。なんかその時のさなっちゃんの気持ちを私は分かんないから、そうそうそう、面白くなるようにと思って言ったんだけど、うん、ガチギレしてたそうそうそうここ隣なんですけど違ってたから本当にもう目がずっと見てるんで、実際本当にひどいと思ってない。あ、本当？だって実際はさ、あ、それはだってそれはさ、もちろんあの全部そらそうやん。そらそうやん。後々あの動画が上がって、うん、見たときに、マジで私泣いちゃったよ。そのかっていうのはあった。ハグアニマルをご覧の皆さん、小室彩香です。今日は、人生初めての表紙ということで、たくさんの可愛い賞を着させていただきました。皆さんの目のおかげでね、こうしてまた、ハグアニマルに、出ることができて、そして表紙ということで、本当にありがとうございます。今日の衣装ですね、一番はあのボスっぽいあの黒の衣装が一番の曲なんですけど、皆さんぜひ楽しんでください。私はですね、あの料理がすごい好きで、SNS によくアップしてるんですけども、野菜をねいっぱい使った健康的な料理を作ることに今すごい勉強してるので、ぜひ皆さん、見ていただければなと思います。他にもねいろいろなことをあげてるのでチェックしてください。これからもよろしくお願いします。以上、小室彩香でした。私は全然大好きだし、嫌いとかそういうことじゃなくて、なんか本当にちょっと面倒くさいしと思わせちゃってるかなって思った。あ、本当に私がなっちゃう嫌いなのかなと思ったんですか。スタッフさんにこう注意してもらうこととか結構あったわけよ。そもそも私がここにいて面白いのかなってずっと思ってて。それはなんとかだからってやらさ注意になっちゃう、入ってるんですよ。私はちょっとそれあれだからみたいな、しなってでパッて見たら本質食らってるもうなんか愛おしいとかなっちゃうね、可愛いとかやってたってさ、それはつまんないじゃん。絶対つまんないよね。わかるわかる。もうなっちゃんは最低だよ。もういや愛だったの。愛分かった。皆さんにもこれで多分伝わった。いやでも多分皆さんは多分気づいてるかも。分かってる、全然分かってる。ガッツリツアーさんは分かってるね、うん、それは。でも誤解しないでくださいね、私も8割ぐらいは分かってたんですよ。基本的ないじりは愛だっていうのはもちろん分かってる。でも一瞬そうだよね、一瞬の時期ちょっと本当にみたいな時はあったから、今すごいね、いや愛を感じました。美術館に行ってなかったのまっチャンネル。なっちゃん学生時期みたいなのがあった。学生した時期あった。学生して私とリリーさんちょっと見せたり、やだやだ、超えてこないのっていうか、体操着のピチピチとかもリアルすぎて、そうなんかリアルすぎて最高からみたいな。そう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 、最高って言われだしてから、うん、本当に楽になった。
も皆さんに伝わったんじゃない、これなんか伝わったかな、いいって。いや、僕のことも好き、僕のことはずっと好きだよ。どういうところが好き、私のものは大丈夫、全然出てくるなんか私ってすごいこう取り繕って振り切れないタイプなの。しないのに人から聞かれてるのがものすごく羨ましかった。最初はいいのって思ってたけど、途中からものすごいそれができることをなんかこう結構尊敬してたんです。だからそういうところが、ね、弱いところも、バビさん自身はさ、そんな幸せなことじゃないじゃん、そういうこうちょっとパニックが出ちゃうとかっていうところも、なんていうか、サポートしてあげたいじゃないけど、そういう母性でめちゃめちゃ好きだなって思ってたっていうか。母性強いよね。母性はマジ強いね。女の人はある程度年齢がある上がってる人の方が好きになるんですけど、ウイスキーに関してはどんどん舌がロリコン化していくんですよね。今単年引きの方が美味しいなと思いになってるんですよ。6年とかね、8年とかせいぜい10年みたいな。これ人間に例えたらもうそこパグられますよね。休んでる間に感銘を受けたんですよ、またバリさんの言葉に。だよね何のこと言ってるかって具体的にどんな時に言ってるか、まあ行為、ね、男女の行為あるじゃないですか、営みね、で、あの最終の時ね、そうです、そうです、あの、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、そうだ、そう、いらっしゃいませ、今日やってる、やってるって洞窟の中に入った、はい、入ってから、はい、走らないでくれって洞窟に入ったら、はい、一度立ち止まって、はい、そのだって見えてる、実際そうじゃん、危ない、危ない、危ない危ないとこじゃないけど、普通洞窟に入ったらさ、懐中電灯が選んだり、こう周りを見渡すわけじゃん、見渡すよ、そう、そう、あれをやってほしいってことね。そういうこと、分かりやすい。え、そうだよね、すごくいい例えで、もしかしたら奥深いとかも、はい、もしかしたら意外と行き止まりが近い洞窟かもしれない、はい、意外とこの何ていうの、狭いかもしれない、しかもいろんな洞窟があるから、はい、洞窟に入ったらそのまま走るのかな、走って中はわーって走るんじゃなくて、うん、ね、出たり入ったり、そうね、出たり、出たり入ったりね、立ち止まって様子を見る時間が、そう、洞窟にも必要なんですよと、そういう話だよね。一旦、うん、止まる時間が欲しいっていう意味で、うん、スキャンしたいって言ったんですよ。そう、大事にされてる気がするというか、だからなんかこれ多分男性の方も知って得って感じじゃん、うんうん、これはなんか全女子が多分みんな同感、なんか普通こういう話って人それぞれだけど、うん、マイナスの人は絶対にしないと思うな、ね、うん、そうなんですよ。だからこれはねちょっと、うん、なっチャンネルをご覧の皆さんにも伝えたかったんです。伝えたかった、そう、だし、うん、なんか例えば俺はやってるよスキャンとか、それ知ってたよスキャンのこととか、そう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 、でも男性もね、いるかもしれない、いるかもしれない。今私すごい盛り上がったなって時があったな、それが覚えてる、視界に入らない分の話なんだっけ、なんだっけ、だって男性は視覚でこういうの、そう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 、でも女性はさ視覚でこういうんだもんね、そう、なんか見られてることがすらも気になっちゃ う、あ、それわかる、なんか今自分変えたってことって思っちゃうから、ね、そうそうそう、どっちかっていうと自分がこんな感じだろうみたいなのとか、いろんな余計なことを考えちゃうから、うん、って言ったらリリーさんが、じゃあなんか蹴ればいいんですかみたいな、やめればいいんですか、そうそうそう、どうやっていなくなればいいんですかみたいなこと言い出して、それもめっちゃ面白くてさ、オートラックだ、芸獣ですよこれ、50年、1938年結構詰めましたね、おお、うん、ちょっとタンス臭というかし始めてる感じの、ちょっともう古い、私もさ YouTube でやりたいなって、えっやんなよ、そうだったらなっちゃうもん、え、絶対出る、何、私最近コラムを飲んでるんですけど、
めちゃめちゃ面白くて、こんな経験してる人いるのみたいな、嬉しい。でなんか今までもすごい経験してるなっていうね、すごいフランスに住んでたりとか、このコラムは自分の体験した心話とかやってしまった話、やらかしちゃった話とかもしてるから、そうコラム最近書いてるんですけど、月に2回マミの今日も大丈夫ってやつ、ぜひ見てください、貼っときますね。あ、マジで貼っときます、ありがとうございます。またこっちにも出てね。あ、出る出る出る。だからもう遊ぶ。もう本当そんな感じでやるのが、うん、一番ですよ。こっちが楽しんでる方が多分皆さんも楽しい、はい、そうだよね。そう、じゃあね、今日はバービーさんとコラボでした。ぜひね、あとつならじもね見てほしいんで、つならじも貼っとくんで、ぜひよかったら皆さん見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ちょっとすごくない、逆になんか宝くじ当たるね。当たるよね、うん、おミラクルぐらい オムライスのお弁当箱ストーンって鳥の糞が落ちましたそれが言いたかっただけですね、はい、ごめんなさいね。はい、はい、じゃあまたバイバーイ。バビさんありがとう。Oh, oh, 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 oh
よって言われた。強くは言えない感じ。だったんじゃないでしょうか。すげえかったです。すげえかったです。すげえかったです。ありがとうございます。あとは海と砂丘らしいです。今日は実は外が寒いです。そんなことないです。頑張りましょう。よろしくお願いします。